この度市民の皆様のご信任をいただき、合併後の新生会津若松市の市長として市政の舵取りを引き続き務めさせていただくことになりました。私はこれまで市民が主役の開かれた市政、市民とのパートナーシップによる共同のまちづくり、これを政治理念として本市の誇るべき歴史、文化、自然、伝統に磨きをかけながら、合併や行財政再建などに取り組むとともに、清潔、誠実、公平、公正をモットーに、豊かで安心して暮らすことのできる町づくりを進めてまいりました。そしてこの取り組みをさらに前進させ、継続していくこと、すなわち第6次長期総合計画、新生会津未来創造に掲げた重点政策や基本政策を一つ一つ着実に具現化していくことが私に課せられた責務で、それによってこそ夢と活力のある元気な会津若松市が実現していくものと考えております。とりわけ本市を取り巻く環境は大都市圏と比較して未だ景気回復が実感できないなど極めて厳しい状況にありますが、こうした中でいかに少子化に歯止めをかけ、地域の産業経済を活性化させ、若者が定着する町づくりを進めていくかが今まさに急務の課題となっております。私はそのために雇用確保、地域産業の育成、企業誘致、人材育成の拠点づくりなどに全力を注いでまいります。また仮称障害学習総合センターや北会津中学校改築といった合併特例事業など、これまでの取り組みをより一層推進し、さらなる飛躍を目指してエンジン全開で取り組んでまいります。同時に地方財政を取り巻く厳しい状況を踏まえ、今後も行財政改革に積極的に取り組みながら、さらなる財政健全化に十分意を用いた市政運営を行ってまいります。さてこの度大変嬉しいニュースがありました。平成21年の NHK 大河ドラマに、かつてここ会津を治めていた上杉景勝の忠臣直江兼続を描いた天地人が決定しました。これまで長岡市長、米沢市長と連携を図りながらドラマ化に向けて要望活動を行ってまいりましたが、新選組、バルトの学園、白虎隊に続き、ここ会津に光が当たることは本市の観光振興、地域経済の活性化にも追い風になりますし、こうした明るい話題をさらに魅力ある町づくりにつなげてまいります。本市の町づくりにとって、これらが大事に育ててきたつぼみを大輪の花として咲かせる大切な時期です。市民の皆様の姿勢に対する熱い思いや願いをしっかりと受け止めながら、市民お一人お一人が自信と誇りを持つことができるふるさと会津の実現のために誠心誠意取り組んでまいりますので、市民の皆様のご支援ご協力をどうぞよろしくお願いを申し上げます。